セントポールズ駅金融街市って呼ぶロンドンに位置し、セントポール大聖堂にちなんで駅名が付けられた、ロンドン地下鉄の駅である。セントラルセンバンク駅とチャンスリーレーン駅の間にあり、トラベルカードゾーン1に含まれる。1990年開業のシティテムズリンク駅駅は、開業時、セントポールズテムズリンク駅だったが、当駅から距離が離れており、非常時の対応に問題があったことから、 開業翌年に改名されている。セントポールズ駅は、セントラルロンドン鉄道により、駅近くのセントマーティンズルグランドにあった、郵政省本局にちなんだ駅名の、ポストオフィス駅として1900年7月30日に、開業した。開業時、サウスイースタン鉄道に、セントポールズ駅の最寄りであり、オールドベイリー、ロンドン博物館、セントメアリール・ボーなども徒歩圏にある。 ロンドンバス4、8、25、56、100、172、242、521、深夜バス n 8が当駅を経由する。ありがとうございます。